食事を気をつけていいけど、お腹がなかなかへこまない、腹筋やプランク頑張っているのにお腹が全く変わってこない、そういった方は浅い呼吸に原因があるかもしれません。呼吸が浅くなってしまうとお腹が出てしまう原因がたくさん増えてしまうんです。理論をしっかり理解してもらった上で2種類の呼吸を行ってみましょう。必ずお腹がへこんできます。動画を最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、2つのお腹をへこませる呼吸法ということで紹介していきます。お腹がなかなかへこまない原因、現代人の多くは浅い呼吸にあるんです。呼吸が浅くなってしまう原因としては、姿勢が悪い、浅い呼吸によって横隔膜がちゃんと広がっていない、その結果胃や内臓が下がってしまってお腹が前に出てしまう、体に圧がかかりお腹の上部が出てしまう、下腹部の動きが悪くなりぽっこりしてしまう、そういった原因があります。深呼吸をしようと思うとどうしても肩が上がってしまう、湯船に浸かった際に水圧でお腹がへこんでいたのに最近はお腹がへこまず出たまんま、そういった方はお腹の圧が抜けてない状態にあります。まずはお腹の圧がかかる感覚を感じてもらうために、落ちているものを拾う動作をしてみてください。立ったままで手を伸ばして前かがみになってみてください。この時に胃に力が入ってしまう、頭に血が上ってしまう感覚がある、その感覚が体に圧がかかるという感覚になります。体に圧がかかった状態がいつも続いていると、どうしても呼吸が浅くなる、深呼吸をしようとしてもできない、息が吸い切らない、そういった状態になると横隔膜がしっかり広がらず、臓器に緊張が走り内臓が下がってしまい、お腹が前に出た感じになります。今回たったの2種類の呼吸法で内臓が正しい位置に戻り、呼吸が深くなり、リラックスした状態が保たれ、全身に酸素が巡り、痩せやすい体質を作ることができて、お腹をへこませることができます。たったの2種類の呼吸です。一緒にやってみましょう。立ったまま行いますので、スマートフォン持ってる方は、椅子やテーブルの上に置いてもらって、見えるところで一緒にやってください。呼吸は5回ずつ、合計10回呼吸を行います。一つ目のやり方としては、足肩幅で立ったままです。そのまま手を横に伸ばします。手で肩を持ちます。鼻からゆっくり息を吸って、口から吐きながら手を下ろします。体は猫背にならずにまっすぐの状態です。この時に肩を持ったまま下腹部に空気が入っていくのを感じてください。そして口から吐く時に自然と下腹部がへこんでいく感じで口から息を吐いてください。これを5回一緒にやっていきましょう。肩を持ったまま、肩が上がらないように肩を落としてリラックスした状態でお腹に空気を入れてください。それではいきます。鼻から吸ってどんどん吸っていって、口から吐きます。ふー、吸って吐いて、あと3回です。鼻からゆっくりお腹に空気を入れて吐いて、あと2回です。吐きます。はい、ラスト。鼻からゆっくり吸っていって、口から吐きます。はい、 OK です。もう一種目はつま先を少し内側向けて内股にします。今度はちょっと腰を丸めてもらって、気持ち猫背にしてもらって、手のひらを前ももの前で外側に向けます。こうです。逆ではなく、しっかり回しやすい側、内側に手を回して、この状態で鼻から吸って鼻から吐きます。手を返して鼻から吸って、吐くときは手をまたひっくり返します。吸って吐いてという感じです。5呼吸いきましょう。これも肩が上がらないようにお腹に空気をためて、お腹をへこませながら自然と空気を出してください。鼻から鼻です。それではいきましょう。吸って鼻からゆっくり吐いて、吸っ
って肩が上がらないように吐いて、お腹をへこませながら吸って吐いて、自然とお腹をへこませて吸って吐いて、吸って吐いて、ラスト吸って吐いて、はい、 OK です。お疲れ様でした。どうでしたか？リラックスして呼吸をする感覚、上半身に力が入らずに空気が体に入っていく感覚っていうのが多分分かったと思います。この呼吸法を3日続けてやってみてください。体の緊張を抜いて呼吸をする意識というのもやはり1回では身につきません。いつも同じ姿勢で体が固まってしまっている、ついつい呼吸が浅くなる、そういった方は動画を見ながら定期的に呼吸をリラックスした状態で体に入れるっていう意識を身につけてください。身についた感覚としては、深呼吸をしようと思った時に肩が上がらなくなった、湯船に浸かった際に水圧でお腹がへこむようになった、そういった状態が確認できてくると、体の圧が抜けて臓器が正しい位置に戻り、姿勢が良くなり、自然と深い呼吸ができる体にできています。やってみたよ、勉強になったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。